下松タウンセンターほか、下松市は山口県の東南部に位置する市、周南市と光市に挟まれており、両市とともに周南地区を構成する市の一つである。沖には、風戸島及び小島を廃し、大きな内海を抱えたような地勢を形成している。瀬戸内海沿岸には重化学工業の工場が立ち並び、港湾は周南市の徳山港とともに、 徳山田松港と称され、国際拠点港湾に指定されている。1990年代頭までは、末竹地区を中心に、田園地帯が広がっていたが、山口県道41号田松六谷線のバイパス建設と、付随する道路の整備に伴い、郊外型商業が目覚ましく発展した、住宅地としての人気も高く、山口県の基準地下順位においては上位に、 ランクしている地点もある。平成22年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると2.82%増の55,020人であり、増減率は県内19市町中首位人口密度は633人、キロメートルと県内で一番高い。国立社会保障、人口問題研究所が2018年に発表した。 日本の地域別将来推計人口年推計において二千四十五年の総人口の予測値は五十四百十九人との推計が出されている。九百三十九年、四町村の合併により、発足、合併前の各町村の十二大事が継承された。その後、九百五十四年に米川村を編入し四大技を加え、九百六十二年には、 津野町、中住南の一部を編入したため、合計で17大技となった。1966年から1978年にかけて町名設置が行われている。これらの多くは、現在も住居表示が実施されたもの残っているが、一部は消滅した住居表示未実施のまま残る町に星印をつける。年不祥とされている地区は、1984年。 以降に発足した可能性がある。その後、1984年より、住居表示を実施している。上記の町も改めて住居表示が実施され、町名が未設置だった大和地区からも新たな町名が設置されている。2019年4月26日現在、一部事務組合等、編集、水古天皇3年、周東省青柳浦の松の木に、 大星が降りてきて7日7番輝き続け、この地に、くだらの王子がやってくるとのお告げがあった。その3年後、くだらから西欧第三王子の臨床大使が当地を訪れたという、この霊言に民衆が社を建てて、大星を祀った、松に星が降ったことから、くだ松と言われる、との説がある。他に、くだらと交易する、港の意味の、くだら神に由来するという説もある。 下松市は、隣の旧徳山市や、旧新南陽市、旧熊毛町、旧六谷町と三市二町で、合併協議会を構成し、合併を協議していた。しかし、2000年の市長選挙で合併を推進してきた河村蓮次市長が落選し、代わって当選した井川成正氏は、合併に否定的だったため、下松市における、合併の機運は、急速に冷め、 合併協議会を脱退するに至った。この方針は2004年の市長選挙で井川が大佐で合併推進発信人を破って再選を果たしたことでさらに固定化した下松高等学校下松駅大規模工場を複数用し徳山下松高一帯に広がる集南コンビナートの一角を担う。1980年代までは 徳山市を中心とした近隣都市への購買流出が続いていたが、1990年代以降は、1993年のザモール集団の開業を皮切りに、市内の道路整備も相まって、ロードサイド店舗の出店が相次ぎ、現在では近隣の集団市や光市を含む集団地区における証券の中心となった、2018年現在、 市内の商業施設における大型店の占有率は85%となっている。人口に対する商業施設面積の割合が高く、東洋経済振興社の住みよさランキングにおいて、本市が中国、四国ブロックの首位を10年以上にわたり維持し続けている要因となっている。なお、かつては下松駅周辺に商店街が存在したが、現在はほとんど機能していない。 店舗面積1万平方メートルを以上の大規模小売店舗を一家に記す。市外局番は0833となっている。郵便番号は以下の通りとなっている。ありがとうございます。